様々な色のスーパーボールスーパーボールは、玩具用に開発されたゴムボールの一種。非常に弾力があるため、大きく跳ねるのが特徴。ビックリボールと呼ばれることもある。反発係数は0.8から0.9程度である。バム、オースーパーボール1964年にアメリカ合衆国で、科学者のノーマンスティンデーにより、 ポリブタジエンに計算などの様々な添加物を加えた素材と共に開発された。スティンレイは勤務先の企業に製品化を提案するが耐久性に難点があったため却下された。その後、スティンレイは玩具を扱うアム王社に持ち込み、同社が耐久性について改良を加え、スーパーボールの商品名で発売される。製品は爆発的に売れ、最盛期には 日産17万個が生産された。現在も同社は、当時のモデルを販売している。競技には、スーパーボールはワム王社の製品を指し、英語では高弾性ゴムボール玩具の一般故障として、バウンシーボールを用いることもある。誤飲によって、食堂軌道へ運ばれる恐れのある製品である。多くのものは弾力に富むため小さな子供がぶつかっても、あまり痛くない。 しかし2、6センチメートル程度と小さいために、誤飲の恐れがある。また床面や壁面に投げつけた、スーパーボールはその強い男性ゆえ予期せぬバウンドを繰り返し、蛍光灯や窓ガラスなどの備品を破壊することがある。日本各地の動物園で、スーパーボールが動物に向かって投げ込まれるケースが相次ぐようになっている。動物が誤飲する可能性もあるが、各動物園は、 対応に苦慮している。玉の色は非常に鮮やかで、玉が透明で玉の内部にラメやおもちゃ等が入っているものもある。反発係数が大きいものが多いが、中には反発係数が限りなく例に近い非弾性ゴムでできたものも市販されている。また、跳ね返り係数が例に近い部分と大きい部分の両方が存在する玉もある。ラグビーボール型や 複数の玉が組み合わさった分子模型のような形のものも存在し、これらは不規則な跳ね返りを楽しむことができる。教育現場でも使われることが多い。ボールすくい金魚すくいと同等の設備で金魚の代わりにスーパーボールをすくわせるスーパーボールすくいという遊びが縁日の屋台に出されることがある。金魚と比較して準備や維持のコストが抑えられるので、 小学校の催しなどの小規模な縁日ではよく見かけられる。色とりどりのスーパーボールが水に浮かべられている様は楽しげな縁日の雰囲気を演出する。水槽に浮かべられたスーパーボールはポンプの水流によって円を描くように漂っている場合が多いが屋台によっては水に浮かべられているだけのものもある。よって持ち帰ることのできるボールの数があらかじめ決められていることが多い。 ポぽいは、凹んでいる方を使うと良い。ありがとうございます。